はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2015やっていきましょう。難易度はこんな感じです。84、63、だいぶ偏りが出てきましたね。まあ分かってたことだけど、やっぱりバッティングの方が苦手なんだなって感じですね。今回ヤクルト戦やっていきたいと思います。はい、ダイジェスト設定はいつも通りです。はい、で今現在ね、高木隼人選手が、先発になってるんですけど、竹下慎吾選手出します。はい、リリーフ陣、まあセットアッパー守護神クローザーは変わってないんですけど、ここら辺はちょこっと変えました。はい、野手、こんな感じでいきます。メンツは医療選手がまた怪我したんだよね。まあ今回軽い怪我だったんで、2軍に落とさずベンチに置いとくんですけど、怪我しやすいのかね。そんな特殊能力は持ってないんですけど。はい、スタメンはこんな感じでいきます。頑張りましょう。勝ちたいですね。今現在最下位なのさ。まあなるべくしてなったポジションなのかもしんないけども、最下位っていうのがね、欲はあるよ。未だに持ってるよ。まだなんとかなんじゃねえかなって。まあ俺がさ、チームプレーでやり続けたらまた結果も変わってきたのかもしれないけど、ひどいな。前回勝って1回だけか。まあね、結果で飛ばし続けてるからね。やばい、ピンチ。守るぞ。さあスワローズ先制のチャンスを迎えています。まずは先制してちょっと一球練習していい？なるほど、そうですね。まあ、次ストレート投げたいから、緩い球でちょっと練習します。くれるんじゃないですかね。あ、いけんじゃん。最初は変化球できました。低め見ました、ボールです。いいね、早いね。150キロ。バッター、これはどうだ？くそ、届かないか。ホームに送球。さすがのバッティングでしたね、ナイバチはね。今シーズンの得点圏打率は1割6分6厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力も打ちました。くっそ、サードランナーホームイン。やばい、強い強い。期待に応えるバッティングを見せました。いや、まあ攻撃力あることは分かってたからにしても焦ってるけどな俺は今。うわ、やばい、本当にコントロールつかないな。低め打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回スワロー、チャンス。さあスワローズ得点圏にランナーを、ランナー西野君帰れる。ここはもちろんヒット1本で帰れるよ。そうですよね。まあ、そしてこのバッターの頑張れよ。4番。低め打った。やっ、変えてみるか。ホームに送球する。よし。やりました。抑えたかったんですが。前バッチ。いいよ4番。活躍してるよ。日越君ここで。ピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。素晴らしい。ワンボールツーストライクです。空振り、ここはランナーを返させません。この回点は取られました。きつかった今のは。きつかった。ナイスコースだったしね。いや頑張ってるよ竹下くん。さあそしてバッターボックスには今波が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。だって俺が投げなきゃ失点しねえんだもん。そこだよね、俺が投げなきゃ失点しないんだよ。抜けたような感じになりました。大きく外れます。バッターの今波、多少コース甘くてもいい。全力のストレートでいこう。ストレートを押しご。ちょっと
寂しい数字ですね、まあ、あまり気負わず平常心でいってほしいですね。はい、期待しましょう。低め決まってストライク、フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。くそ入んねえ。フォアボールです。さあ、そして打席には山田が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。そうですね。さあ、追い込まれてしまいました。次はボール気味に来るでしょうね。入っちゃった、ストライクゾーン。高め打った、ファーストうまくさばいて、ごめん、そのままセカンド投げなかった。しかし、これは進塁打になりました。最低限ランナーは進めましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には4番のバレンティンが入っています。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。あ、いいボールですね。はい、チェンジアップには反応しません。ボールです。打たれたらしゃあねえよ。ここからは確実に狙っていきたい。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボールだな。よし、よし、お疲れ。ブルペン指示出すよ。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを瀬川、チャンスだ。今ブルペンに電話しています。打席には8番バッター倉本。打ちたい。連続安打でランナーを背負っています。ちょっと球威が落ちてきている気もしますんで、慎重にいった方がいいですね。さあ、1打出れば同点という局面。まあ、1塁にいる逆転のランナーの進塁は警戒したいですね。落ちねえかな。ボール打っていった、このフライはどうだ、落ちるか。よっしゃ、ワンバウンドヒットになった。よっしゃ、やったぞ。ここは抑えておきたかったんですが、代打、お疲れ、よくやった。そうだね。あ、もう代打出してんだ。出したかった選手だったんだけどな。高浜選手行くかい。古澤選手、ごめん、まあ、正直2人ともあんま分かってないから。まあ、ダイソー要因だよな、小田くんは。高浜選手行こっか。高浜でいいんだよね。バッターボックスには代打の高浜。まあ、小宮山さん、よし、いい展開になってきました ね。 そうですね。一応強しに行くよ、長打力あるから。嫉妬来たら思い切り叩け、ね、さあ、しっかり抑えていきたい。ファウルボールです。追い込まれた。2ストライクです。主力見たよ。外へ持っていきましたが入りません。ナイバッチ。あ、走れないね。ホームに送球、レフト前。素晴らしい。これで4試合。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。左ピッチャー出してこいよ。打順はトップに返って。よし、西野君、どうにかしよう。3割バッターだよ、西野君。さあ、試合を振り出しに戻され、なおも一打勝ち越しという局面。さあ、この場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。走れ。くそー。いや、同点同点。抑えよう。今勝ち越しておくと、この後のベンチの采配にもいい影響を与えるでしょうからね。なるほど、そうですね。まあ、ただちょっとチャンスで受けていない場面も見られますから。あ、使いやすいかも。低め空振り。うちのボール打った。大丈夫、なんか狙ったとこちゃんと行くわ、瀬川くんは。
れません。このチャンスをものにしたい場面でしたが、バッターボックスには代打の松本。西さん、ここは一気に行きたい場面ですね。この場面は非常に大事になりますね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。さて西さん、この松本、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左は特に苦にしてませんね。右左関係ないタイプですね。うん、そうですか。外の球打った、抜けた、セカンドランナー返せよ。惜しかったね。もうちょっとで取れたね。そうですね。これで作戦。バッターボックスには代打の榎本。ツーアウトランナー三塁一塁と。なんか名前見たことあんな。イッサー、ここは勝ち越したいですよね。まあここはね、試合の流れを左右しますからね。大事な場面ですよ。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。振り遅れてますね。そうですね。低め外れました。見ました、ボールです。これで3ボール。ミサバッターの榎本対左ピッチャーはどうなんでしょう。よっしゃ、出ません、三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。1点取ろう。お、取った。どうやって取ったか見てない。トネ君ですね。次は頑張ってもらいましょう。さあ、そしてバッターボックスには今波が入っています。さあ、同点のチャンスです。まあここは逃せない場面でしょうね。なるほど、そうですね。本当にバントか。送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ここ少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。スクイズはない。そうですね。これが初球、甘い変化球になりましたが、これは入っています。外いっぱい決まった。ここはあっという間に追い込んでいます。見送ってボール。バッターボックスの山田、今シーズンの得点圏打率は3割。いや、空振りする気しねえ。やはりクリーンナップ、絶対バットに当たるわ。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。ここは内野は前進守備ですね。まあ、バックホームを最優先に考えているんでしょうね。そのようですね。低め打った、セカンド正面、オッケーオッケーオッケー。ランナーは変わらず三塁です。ちょっと待てよ。バレンティンが入ります。この場面でいいバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながら、まあな、塁2つ空いてるとはいえ、歩かせた結果畠山になるんだもんな。右ピッチャー苦手、雄平左苦手、ストライクゾーンで勝負するのはやめよう。まず大きく外れてボールになりました。この球は見送ります。インローボール、ストライクは入りません。ここは勝負を、さあ、そしてバッターボックスには雄平が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。それでも雄平か、の方が抑えれる確率は高いだろう。左に偏って弱いってことは、多分逃げてく球に弱いと思うんだよね。にしてはシュートが苦手なのか、まあ、シュートなんて持ってねえかんな。初球は大きく絶対決めるぞ。ここでバッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球をね、しっかり仕留めたいですね。さて西さん、この雄平、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、入んないんだよね。入んないんだよね。困っちゃったね。結局こうなるのか。最初から際どいコースを狙ってきました。カットボール、ここは見ます。インコース、これは外れます。決めろよ。左に切れてファウル。
危ねえ危ねえ危なすぎる。結果オーライだ、結果オーライだ、勝ってこう、勝つよ。最後は三振です。やばい、ノーアウト1・3塁。さあスワローズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。彼ならホームランで一気に逆転ってこともあり得るんじゃないですかね。うん、そうですよね。まあパワーのあるバッターなんで犠牲フライ狙いでもいいでしょうね。まあここは犠牲フライで OK ですね。いやー、1点もやりたくないよ。3球目は何で来るか。これは足元への変化球。次が4球目、際どいがボール、スリーボールになりました。打ち上げた、落ちた、サードランナーホームイン。ちょっとやー、同点、3対3。いい勝負なんてしたくないんだよ俺は。ちょっとブルペン構えてて、誰でもいい、左いてくれたら助かるかもしれない。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ナイスボール、ズバッと投げ込んできました。これが3球目、ファールボールです。バッターの川端、今シーズン得点圏での打率は2割2分となっています。うん、まあ役満というのも。よし、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。さあそして打席には今波が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度はしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。抑えられない、抑えられない、どうしよう。しっかりつなげてきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の山田が入っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。外の低め見極めます。低めは外れました。4球目は何で来るか。これはわずかに外れました。押し出しでの逆転は避けたい場面。犠牲フライを狙う場面では今のような投げる球ないんです。さ本当に投げる球ないさ。そうですか。ここは前進守備ですね。まあ、やはり1点もやらないぞという守備。うまい、見逃し三振、さすが俺。よし、バレンティンが入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおも満塁の場面。まあ、この回で勝ち越しておければ非常に有利になりますので集中したいですね。変化球打った、セカンド取った。あーよかった。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。ここから1点取ってこう。8回はチャンスだよ、チャンスだよ。さあスワローズ一打勝ち越しの場面となっています。ここで取られるわけにはいきませんから、低めに丁寧に放っていきたいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上のオンドルセフ、このピンチをどう切り抜く。しっかり捉えた、なんだそれ。届いた、一塁送球アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。最低限ランナーを進めてきましたね。まあ、勝負強いバッター、頑張れイケメン。しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい、まあ、のバッターボックスです。あっとここは勝負を避けるようです。まあここは次のバッターの方がやりやすいでしょうね。そうですよね。敬遠か。ここは敬遠という選択肢もありますね。あそうですか。やはりここも外して3ボール。ここは勝負を避けました。この敬遠でランナー1塁3塁となっています。そして打席には岡本が入ります。ここで打ってこそでしょうよ。続いています。こういった終盤での粘りが大切になってきますから、強気のピッチングで乗り切ってほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。ファウルです。うわもったいね。バッターボックスの
本、今シーズンの得点圏打率は2割。変化球打った、ボテボテの当たり、セカンドが抑えた、一塁アウト、これで3アウト、勝ち越しのチャンス。打順は8番井野。ここは2アウトにはなりましたが、送りバントを選択してきました。まあここはどうしても1点欲しいという判断でしょうね。さあスワローズ、さよならのチャンスを迎え、インサイド打った、ショートの左、取った、一塁、よし、一塁アウトで3アウト。さよならのチャンスがあったスワローズですが、さあスワローズ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。ちょっと秋吉の能力見ていい？勝つためにはしっかりしのぎたいですね。すごいね。そうですよね。まあただ相手がチャンスによく打つバッターですから、ここは配球には気をつけていきたいですね。最初は変化球できました、ボールになります。外低め、送りバントだ、左方向へ転がした、ピッチャーが抑えた、チェイ、内野安打、これでマルティネス、オッケー、どうだ、としても抑えたい場面です。うーん、守備陣の裏をかかれた形。初球入れてきましたね。タッチもセーフ。さあ2球目は何か。牽制がうまいピッチャーだけに、ここはランナー走ってきませんでした。一塁はセーフ。いや走んねえよ、走る気はないから。落ちるべ、大丈夫、いける、よっしゃ、ないバッチ、いいよ、いい仕事したよ。お、岡本が入っています。さあ追加点は許したくないところ。ここで離されると難しくなってきますから、中期のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。レフトに持っていった、やったやった、打った、間に合わねえ、危ねえ、ギリギリナイバッチ、いいよ、2点あれば山崎くんなら抑えれるよ。ここでタイムリーを、もう1点取ろうか、もう1点取ろうか、際どいコース見送っています。外角低めのストライク、ごめん、あまりにも遅すぎて球が、チェンジアップには反応しません、ボールです。さあ5球目は何か、センターへ、落ちないね、掴んでスリーアウト、よっしゃ、と守るだけ、ここまで、あ、石崎くん、山崎くんはあれかな、10回とか投げてるのかな、いや、とりあえずナイスセーブです。リクエスト来てた選手だからね、ちょっと動かしたいっていうのはあったんですけど、本日3打点、4番の仕事してんじゃん。いや、やったね。いや俺的にはね、西野くんのセーフティーバント、あれはねうまかったね。自分で言うのも好きだけど、うまかったね。忘れなければ多分あれかな、次回予告の動画に使うんじゃないかな。お、山崎くんが勝利投手か。本塁打、岡本和真2号、すごいね。俺が動かさない方がいいんじゃないか。いやー、やりました、勝ってた、勝てたわ、よかった。はいはい、今楽天は5位浮上って書いてたね。よし、5位、こっから上がってこう、ちょっとずつ上がってこう。次は広島戦取りたいと思います。はい、そんじゃあ今回はここで終わります。バイバイ。